自分のちょっとこういい状態に入れるようにちょっとこう毎日生活を整えるっていうのがこうモチベーションを上げる、まあ、僕の中のちょっとルーティンじゃないですけど、でまあ筋トレすることによって、まあ、こう食事だったりまた生活習慣とかも同時に整っていくので、まあ、体が変わってこう結構心考え方も変わるんで、そこがやっぱ一番の筋トレがモチベーションかなと思います。まず一番最初にこう袖に腕通した時に、まあ、肌触りがすごくいいなっていうのが間違いない。でこの速乾性もめちゃくちゃいいなっていうのが、汗もすごく大きいそうです、うん、トレーニングウェアとしてめちゃくちゃこれはすごくよくできたものだなっていうのが、まず第一に感じました。ライフワークというか、もう日常の中で絶対に欠かせないもの、自分自身を一番整えるもの、自分自身が一番綺麗でいたりかっこよくいたりするために必要不可欠なものであって、まあ今後の人生どんな形であっても続けていきたいなっていうものが一番です。まあ、なんかこう人生をまあこうより良くするためのなんか一つのツールじゃないですか。まあ、で僕もこの先もずっとまあ一生トレーニング続けていくから感じで、まあ人生において大切なものだと思います。